Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。3月8日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナゴヤお送りいたします。王子ですね、今日オープニングで何喋ろうかなと思ったんですけどね、あんまり喋ることがなくて、今日朝ね、起きたらね、口の中がパサパサでしたんで、だいぶ乾燥してるなって、そう思いました。滑り王子マツコマンです。はい。結構さ、今、名古屋、日中の寒暖の差が激しくて、朝は1度だったりするんですけど、昼間が結構ね、2桁、12度とかになったりとかして、ちょっと暖かいですね。ですね、暖かいんですけれども、ちょっと気温の差に、皆様ご注意ください。っていう味噌煮込みスキーと、先週なんですけども、おとといですかね。ちょっとですね、久しぶりにイチゴ狩りを行ってきまして。あら。そこがすごく最新の設備でして。うん。うん、かがまなくても、収穫ができるという。うん。いうところ。あ、じゃあ結構高いところに。そうですね。うん、うん、ですね。はい。というところで感動してたダンサーズでございます。一番気になったのは誰と行ったのかなっていうのはすごい気になってんだけど。ああ、まあ、仮面夫婦嫁です。はい。はい。1号でお腹がいっぱいになりましたよ。はい。はい。はい。こんな3人がお届けします。今週のテーマはクイズ。クイズ。クイズ。今週のテーマはクイズです。クイズです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya.kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは、声優、ユーチューバーさんでおなじみ、ビッチョリーナさんになります。22時13分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋 東海共和、沖縄の紅芋丸焼き元部長誠餅店、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康幸フリージャの花、芋掘りイベントは八重瀬町牛ちゃん芋生産組合、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。先週のですね、まだこの卵があるんですね。はい。はい。はい、泉さんの特急サザンさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。今から30年前、ゆで卵を作ろうと思いましたが、ゆでるのがめんどくさいので、電子レンジで作ろうと思ってやってみたら、卵がレンジの中で爆発して、レンジの中がえらいことになりました。レンジの中は掃除しましたが、両親から、何をやってんのと怒られました。ですよね。これ爆発 しますもんね。しますね。ちゃいましたね。うん、これすごいですよね。まあ、なんていうんですか、弾け具合というかね。かなりね、びっくりしますよ。うん、パーンって言いますからね。もうあれ、やっぱりあれなのかな。またこう、お湯を作ってまた温め直した方がいいんですよね。ねえ、電子レンジは危険ですよね。危険ですね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、卵のテーマでいきますね。はい。
卵大好きなあんこ、略してあんこです。あんつばさんです。はい、ありがとうございます、はい、卵大好きです。特に好きな料理は茶碗蒸しで、あんつば家は5人兄弟だったので、母が大きいボウルに茶碗蒸しを作って兄弟で分けてご飯の上に乗せて食べてました。もちろんエビや銀杏などの具材は入ってなくて、茶碗で作られた茶碗蒸しは中学生の時に初めて食べましたが、3年前に母が他界して2年近く食べる機会がありませんでしたが、何度もチャレンジして100点とは言えませんが茶碗蒸しが作れるようになりました。王子は茶碗蒸しをご飯の上に乗せて食べたことありますか？ないです。ご飯の上なんですね。もうあのね、茶碗蒸しね、大好きなんですけど、うん、ご飯の上にかけたことはないんですよ。メールを見ながらご飯の上に乗せるんだと思って、うんうん、まあ卵かけご飯に近くなるのかな。いや、ちょっと遠いと思うけど。まあ、遠いけど、こう、なんていうの、こう、混ぜやすくなりますよね。まあ、そうですね。あ、でもね、美味しそうですよね。うん、うん、茶碗蒸しの中にうどんを入れるのありますよね。ああ、聞いたことありますね。ね、あ、そうなんだ。あれ、また別の名前なんですけど、料理が。何だったかな、小田巻き蒸しだったかな、なんか忘れちゃったけど。なんかね、何だったっけ、なんかね、ちょっと違う料理名になるんですけど、そういうのありますよね。おだまり。あれは、これじゃなくて、いや、それ、うん、それはそれで美味しいんですよ、また。はい。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、こちらも卵で来てます。ですね、銭形警部からです、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。これはですね、日付が、先週ですね、はい、今日3月1日が高校の卒業式もそうですが、はい、中学と卒業式でも今の時代では禁止になっていたため、昭和の時代や平成の初め頃の卒業式は必ずと言っていいほどのお約束で、生卵にメリケンコや爆竹を投げて、恒例行事がありましたね。あ、はい、これ、やんちゃな学校？いや、結構沖縄では。あ、そうなの、よくあったんですけど、ただその、やっぱ最近はないんじゃないですか。そのね、メリケンコは小麦粉ですね。うん。それをやるのはもう、禁止になった。今禁止になった。これ、メリケンコはこう、ばらまくってこと？ね、ばらまくっていうか、巻き散らすっていう。ああ、はいはい。うん、お三方の学生時代の卒業式では、生卵にメリケンコ爆竹を投げられたことはありましたかということでございます。名古屋の方あんまりないですね。名古屋はやらないですね。ないですね。ね、ね、なんかね、先輩がなんかバイクでブインブイン来るっていう場合はありましたけど、ね、ああ、ありましたね、うん、でももう最近そういうのもないですよ。最近ないですね、それも ね、私たちの世代はそういう世代でしたよね、うん、なんかでも、はい、卒業式に、うんうん、車で来たってやつありましたね。ああ、うん、ああ、うん、それ高校？高校で。ああ、でも免許取って、免許があるからということで、うん、来たっていう、うん、高校の卒業式にオープンカーがやってきたってのありましたけどね。オープンカー。まあまあそういうパターンありますよね。ちょっとかっこいいですね、うん、あれね。はい、ありがとうございます。はい、真っ白いキャンディーさんがおだまき虫で当たりですって、はい、うどんが入ったやつ。うん、おだまき虫って言うんです、やっぱり。ね、おじ、それ知らなかったですね。あ、本当ですか。うん。いつも、シンプルな感じの、茶蒸しばっかりなんですけど、うん、もともとうどん入ってるってことですよね。そうそうそう。うどん入れて蒸すんですよ。うん、うん。美味しいですよ、あれ、うん。それもなんか良さそうですね。ね。はい。では、卵のテーマでいきます。はい。キユ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。って書いてあるのに、ラジオネームがない。おそらく、イカリさんだと思います。はい、ですね。はい。ありがとうございます。僕はゆで卵の黄身があまり好きではありません。決して嫌いではないのですが、美味しいとは思うのですが、歯と歯の間にこびりつく感じが嫌なのです。なので、目玉焼きは黄身が固まっていると残念な気持ちになります。目玉焼きは黄身が柔らかい方が好きなのですが、お皿の上で黄身が崩されているのは嫌なのです。だから先に白身だけを切り分け食べて、最後に黄身だけを崩さずに口の中に入れて食します。めんどくさいですね。すいませんって。うん、ね、やっぱりこう黄身がね、ちょっと硬くなってこう、うん、パサパサ感が嫌な方いらっしゃいますね。ああ、うん、でも私もそれですね。うん、ちょっと目玉焼きは半熟な方が嬉しいかなっていう。そう。でも、お皿に広がると残念な気持ちになるのはわかります。はい。同感です、ね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。
はい。じゃあ、CM でいいですか？はい。CM の後は。CM の後は、ピッチュニーさん登場です。ドキドキしちゃうよ。おキユナ小屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわーっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくはまこともち店で検索。 FMGAG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmgag.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年、サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい、その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は 098-998-4010、 ぐしちゃ芋生産組合、あさとに電話したらいいさ。はい、電話ゲストコーナーです。本日は声優をされてて、なおかつ YouTuber であります、ピッチョリーナさんです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。聞こえますか？はい、聞こえます。はじめまして。はじめまして。ピッチョリーナと申します。よろしくお願いいたします。改めまして。お願いします。自己紹介の方お願いしてもよろしかったでしょうか？はい、プロの目立ちたがり屋として活動してます。ピッチョリーナです。よろしくお願いいたします。普段は、はい、お願いします。普段はサバイバルゲーム、の YouTube。 あ、すいません、ちょっと飼い猫が喧嘩して2匹飼ってて、すいません。で、普段はサバイバルゲームや、ツーリング動画、キャンプ動画などを YouTube にアップしてます。ちょっと喧嘩やめてやめて、すいません。はい、 YouTube やってます。はい、ありがとう。ちなみに、はい、私のはい、おすすめの卵料理は、はい、パサパサが嫌だっておっしゃってたじゃないですか。すっごい美味しい食べ方があって、はい、お茶碗に、はい、生卵を1個ポコンって入れて、はい、で、黄身の
君のところに爪楊枝でポンポンポンって3つ穴開けるんですね。3つか4つか1つぐらい、はい、でふんわりサランラップをかけて、はい、電子レンジで1分から1分20秒ぐらい、まあそれはちょっと感覚でやってもらうと、はい、すごいふわふわのなんか今まで食べたことないような、はい、なんかメレンゲの硬い感じみたいな、なんかすごい美味しい新しいなんか簡単な食べ物ができるんで、ぜひはい、やっ食べてみてください。はい。そうなんですね。ちょっと初めて聞きました。やってみよう。美味しいです。あ、はい、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。もともとですね、ピットリンさん、サバイバルゲームの方されてたというふうに聞いてるんですけど、サバイバルゲームを やったきっかけっていうのは、どのようなことだったんですか？女友達、はい、友達、女性の友達がいて、その子がやってて、はい、誘われてって感じですね。あ、そうだったんですね。誘われて、はまっちゃったっていう感じですか？はまっちゃいましたね。もともと、はい、ゴルゴ13とか、ゴルゴとか、あとは静かなるドンとかを、こう、小学生時代読んでたんですよね。なんて、もともと素質があったのかもしれないですね、はまる。あ、渋いですね。ちょっと渋い女子、はい、小学生でしたね。ああ、そうなんですね。で、うんうん、で、その後、なんかYouTube 見てますと、なんか無線関係もされてるんですか？無線は、自衛隊がちょっと好きで、はい。自衛隊の総合火力演習っていう、はい。いろいろ展示っていう、こう、なんて言うんだろう、今までの訓練を、はい。一般人に開放している、見せてくれる、そういった、こう、陸上自衛隊がやってる、はい、まあ、展示みたいなのがあるんですけど、はい、そこで、自衛隊の方が、めちゃめちゃかっこいい無線を背負ってたんですよね。はい、めっちゃでっかい頑丈の、はい。で、めちゃめちゃかっこいいと思って、はい、なんだろうと思って検索しているうちに、はい、前にゲスト出演されたももすけさんっていう、はいはい、ももチャンネルさんの方の YouTube に取り付いて、はい、あ、無線運用っていう遊びがあるんだと思って、はい、はまりましたね。あ、そうだったんですね。資格もいらないので、はい。ああ、そうなんですね。簡単にできる。そうなんですよ。逆にですね、私もですね、無線はやってるんですけども、はい、あ、すごい！やってるんですけど、実はですね、特定省電力無線とか、デジタル簡易無線は、私、逆に詳しくなくてですね。あ、アマチュア無線ですか？アマチュア無線なんですよ。おー！出発がハマチュア無線だったんですね。なので。なるほど。はい。うんうん、なので、そちらの方が、後から出てきたっていうのは知ってたんですけども、ここまでです、皆さんされてるということは知らなかったんですね。なので、逆にそちらの方が、私、新鮮な感じするんですよ。あ、なんか今すごい流行ってるみたいで、女性も本当に増えてきて、なんか女性もいらっしゃるし、うん、若い男の子とかも結構ツイッターとかで見るとやられてて、はい、免許なくできるっていうのがまず、デジタル簡易無線は、こう、うん、登録をしなきゃいけないんですね。うんうん、この無線に登録は必要なんですけど、特徴は、何もいらずに、本当に登録も必要なく遊べるんですけど、あとは市民ラジオっていう CB、はい、だったりとか、まあ、いろいろ種類があって、ライセンスフリーというか、資格なしで遊べる、うん、無線があって、はい、そうですね。気軽にね、楽しめます。はい。はい、そのですね、無線関係。実は、今、隣にいるものですね、実は、アマチュア無線、持っております。変わります。はい。あ、ピチョリーナさん、はじめまして、味噌煮込みスキーです。はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。あ、そうなんです。無線ですけど、私もアマチュア無線しか全然知らないんですけれども、もう、無線歴は随分長いんですけれども、最近、そうそう、ピチョリーナさんの YouTube 拝見しまして、まあ、サバイバルゲームの配信もありましたけれども、ちょっと面白いなって思ったのは、おうちのキャンプの料理の配信もされてて、ああ、はい。なんか、キャンプも興味がやはりあるんでしょうか？そうですね。キャンプは父親によく、こう、ちっちゃい子に連れてってもらってたんで、その影響でハマりましたね。ああ、なるほど。なんかその、おうちのキャンプで料理とか、さっきの卵料理じゃないですけどね、やっぱり、ちょっと料理も、
面白く配信されてて、なんか楽しく見させていただきましたけど。ありがとうございます。キャンプ。ええ。あ、どうぞどうぞ。キャンプ料理は、はい、私あんまり普段料理やらないんで、ツイッターとかで詳しい方がいるんですね。その方に、こう、レシピ、ツイッターのファンの方、ツイッターを見てくれてるファンの方が教えてくれたレシピでやると大体成功して、自分が作ったレシピだと大体失敗するっていう。ファンの方に教えられて、はい、こう、実践してみる感じなんですね。はい。勉強してる感じ。はい。で、そう、先ほど、なんか、猫ちゃんがニャーって言ってましたけれども、ね、猫ちゃんと一緒に配信もされてましたよね。そうですね、すごい、すぐ近くに寄ってくるんです、うちの猫。なんか、2匹いらっしゃって。そうなんです。なんか、先日もなんか配信で、なんか、なんかちょっと仲良くしてね、みたいな感じで、ねえ、ちょっと猫ちゃんの紹介もされてましたよね。あー、はい、そうなんです、そうなんです。あ、見てくださって嬉しいです。ありがとうございます。で、なかなかね、やはり YouTube でこう、サバイバルゲームだけだとまたちょっと、難しいとかっていう思われる方もいらっしゃるんでね、そうっていう、なんかちょっとまたいろいろな視点で YouTube されてるんでね、ぜひ、見ていただけたらと思いますけれども、検索はピッチョリーナさんで検索すれば大丈夫ですか？あ、今 YouTube のリンク貼りました。あ、ありがとうございます。はい、今、ツイキャス、はい、ツイキャスご覧の皆様に、ピッチョニアさんの YouTube のリンクを貼らさせていただきましたので、はい、いつもまたご確認いただければと思います。ということで、はい、隣で、もう一人のですね、MC がいるんですけども、実は隣でですね、はい、うずうずしてるんですけど、ちょっとですね、発言が気になるんですけども、変わります。だよね、お待たせしました。滑り用事でございます。はじめまして。こんにちは。はじめまして。私ですね、YouTube をね、見ましたけども、お着替えするね、動画ありますよね。ワンピースから、戦闘服でお着替えになる。あ、うん、見ましたね。うん、お手伝いに行きますので、いつでも、呼んでください。ぜひお手伝いお願いします。ありがとうございます。いつでも行ってくださいね。あとですね、はい、こう、実弾をね、こう、売ってらっしゃるね、動画もありますよね。うん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 、あれはですね、もう実弾をね、王子に、ね、撃たれたら困りますので、愛の実弾をね、王子に撃っていただきたい。おだまり。おだまり。ただね、王子ね、ガラスのハートでありますんで、弾がね、到達する前にもう風圧だけでね、ガラスが割れちゃいますけども、ただね、私ね、再生能力がね、やけにね、高いものですからね、すぐにまた復活しますので、何度でも打っていただきたいですね。おだまり。ぜひ、サバゲンだと不明なんで、何度でも、復活戦って言って、当たっても復活できる、そういう戦いがあるんで、ぜひそれで戦いましょう。ああ。私戦うんですか？あら、まあ。ね、打ちまくります。あ、打ちまくります。もう、王子ドキドキしちゃう。はい、ぜひ。うん。やりましょう。何をやるの？何が起きてる？じゃあ、サバゲーですけど、まあ、サバゲーをやってる気持ちになって、またちょっと違う、対戦がしたいなっていう。ありますよね。あら？あれ？あ、ほら、ほら、ほら、ピッチョリーナさんの返事に困るような発言やめて。ただね、皆さんね、違うこと妄想されてんじゃないのかなと思って。大体このパターン多いんですけど、皆さんがちょっとこうね、言葉が出ないってことがよくありますので、決して、私ね、いつもね、きっちりしたお話をしてますんで、こんな感じなんですけど、どうでしょう？落ち着いてください。大丈夫ですか？いや、もうね、今日はダメよ。もうテンション上がっちゃってダメなんだから。もう一緒に血圧も上がっちゃってるからね、ダメですよ。ということでですね、はい。はい。すいません、隣の男がとんでもないことを言いまして。面白かったです。面白いですか？もう本当に、この男ですね、毎週毎週滑ってて、本当にこちら大変なんですよ。ということで、はい、お時間となりました。はい、最後にですけれども、ピッチョニアさん、何か告知などございますか？
ですね、4月3日に千葉県のサバイバルゲームフィールド、はい、アテナさんでですね、プチュリナ初主催のサバゲーイベントをやります。はい、で、女性は、参加料も、レンタル衣装も、すべて無料ですので、はい、ぜひぜひサバイバルゲームイベント足運んでみてください。何かネットで検索方法ってありますか？そうですね。ピッチョリーナ、アテナ、サバゲーとか、あとは、ハッシュタグで、大文字の P、パパですね。P、うん、で、フェス、カタカナのフェス、P、はい、フェスっていうふうに、ツイッターのハッシュタグで検索していただければ、うん、はい、そのイベント、たどり着くかなと思います。P フェスで検索ですね。はい、P フェス。はい。はい、ポネテックスコードありがとうございます。ということで。はい。ありがとうございます。本日は、電話ゲストでございました。ピッチョリーさんでした。ありがとうございま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 した。キユナ名古屋。はい、メールご紹介したいと思います。はい。これもすごいあれが来ましたね。はい。品場諸友さんからです。はい、はい、ありがとうございます。クイズ大好きですよ。出演したわけではありませんが、高校生クイズにも3年連続で参加しました。クイズに正解したくて勉強した時期もあったほどです。さて、ここで滑り王子に問題です。ででん、パンはパンでも食べれるパンはなんだ。いや、これはですね、王子はもう一つしかございませんので、はい、ちょっとここで放送的によろしいのかしらと思っちゃうんですけどね。はい、私の場合はパンの後にね、アルファベットの T がつきますので、はい、うん、まあ、それはもうね、頑張って食べるぐらいので、勢いで、いつもね、見ていますけども。ちょっとこれ、わかりづらいでしょ？全然わからなかったけど。今の、パンの後に、アルファベットの T がついたらわかるじゃん。すいません、着地点が見えないままエンディングなんですよ。はいはい、みんなわかるよね。はい、エンディングでーす。うん、どうぞ。来週のテーマは靴。来週のテーマは靴です。この番組は芋掘りイベントは八重瀬町ぐちちゃん芋生産組合キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージャの花、ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、アートワークウェブサイトFMJG、 沖縄の紅芋丸焼元部長誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を目指す方奨学金返金不要名古屋トリプルエイト、高級木材のご用命は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、こちらの提供でお送りいたしました。はい、どうもありがとうございました。メール来週紹介します。そして